今年の2月で2年間に及んでいる引きこもりです。プロボクサーを目指す中で、それまでの全てを定期的に動画にしていきます。今日見学体験電話するって言ったものなんですけど、本当に行きたかったんですけど、自分ちょっと対人恐怖症で電車乗れなくて、行ける時間がいつになるかわからないので、また、迷惑にならないように絶対行ける時にまたお電話します。今日急なんですけど、ボクシングジム見学体験の電話をしようと思います。夕方ボクシングの体験とか見学行って、本当にもう戦恐怖症と秋見恐怖症がもうしんどくて、自分がボクシングできるのかなってすごい悲しくなる。考えももう真っ白っていう感じ。本当特に脇見恐怖症の人はどうやって今生きてるっていうか、どうやって今いろんなことをやってるんだろう。この病気で引きこもってるんだけど、まあその自分を変えようと思うんだけど、やっぱりそれ壁になって目の前に出てきて、もう苦しいっていうか、どうすればいいんだってもう今はなってます。今から、自分が通う予定のジムに、電話しようかなって思います。自分ボクシング始めたいものなんですけども、対人恐怖症関係の病気を持ってまして、じゃあ一度見に行って相談とか、今二十歳です。今引きこもりなんですよ。昼間の人がいない昼間の時間に行こうと思ってるんですね。3人来てれば多いぐらいだって、なんとか昼間の時間なら自分ボクシングできそうです。このジムに、自分の、地元のジムなんですけど、ボクシングを基礎から教えてもらうというか、これから多分ボクシング始めても辛いこととか困難が多いことには変わりにはないと思うんですね。病気とともに生きていくしかないと思ってるんで、夢を持って日々トレーニングをしていこうと思います。今回は視聴者の方に報告があります。自分事なんですけど、2020年の10月29日に名古屋の天竜丸木ボクシングジムに入門することが、念願のプロジムに入門することができました。ようやくね、プロボクサーを目指すっていう、スタートラインにね、立つことができました。めっちゃいいじゃん。よう受け取る。もう一回ジャブから行け、ジャブから。来月プロテスト、決まりました。3月7日に決まりましたプロテスト、挑戦。当然自分はね、受かる気でいますし、受かるようにあと1ヶ月頑張ろうとね思って今、練習してます。1ヶ月後プロライセンスを取得できるようにやっていきます。
まあよかったらなる。ありがとうございます。まあ結果合格不合格あるけれども、ここまでよく頑張ったことをこれから自信にしてください。今回は合格です。よし、無事プロボクサーになることができました。皆様の応援のおかげです。これから一生懸命頑張ります。ついにプロデビュー戦決まりました。約2ヶ月後の、6月27日の名古屋国際会議場プロデビュー戦が、決まりました。天佑丸木ジムに入ってプロテストも受けてプロになってもうデビュー戦が決まったって感じで、どんどんことが進んでるんで実感が湧かないぐらい驚きもあるんですけど、もう絶対に、ね、KO で勝ちたいという気持ちがあるんで、ではここからまあ約2ヶ月間、プロデビュー戦に向けて、練習をね頑張っていこうと思います。今日から4月26日から6月26日の計量日まで、減量始めます。現在の体重 63.1kg。はい、ストップ。ストップ。ダウンだぞ、今のはもう。はい、何言ってるんだ。行け。カバーをしっかり、カバーしっかり。体重 58.9kg。ああ、よかったね、ナイスパンチ。まあそこまではダメだったけど、はい、撮ります。Okay, nice there.